い、こういうやつです。で、H は1です。 H は1です。これを解きなさいってやつです。で、この N がなければ C パターンといって、まあ、Y イコール 3X プラス2と組み合わせればいいんですけど、こうなってしまってるんで、この N が邪魔だ、ゼロを邪魔にするからどうすればいいかというと、引き算足し算で消えればいいもんだけど、それは消えないんで、どうするかというと、まあ普通はここは2の N 乗といきたいんですが、これは2の N たす1乗で割ります。全部2の N たす1乗です。で、まあ2の N 乗でいいじゃないかというけど、2の N たす1乗であるかというのは次でわかるんですけど、2の N たす1と A の N たす1で、これは2の N たす1をいっぱい書きましょうか。2の N たす1の2の N です。そうすると、ここはまあそのままで良いとして、ここはちょっと分解します。2分の3の2の N と A の N します。ここを N 番 N 番 N たす1番 N たす1番揃えたいから N 乗じゃなくて N たす1にします。ここ N にするとここが揃わなくなるんで、で、多い分はこうやって2を前に出せば、ね、2の N たす1は 2×2 の N だから、まあ1だから、こうやって分解できるんで、多いところに合わせます。そしてこれはもう言うまでもなく2の2分の1です。わかりますよね。2の N 乗と2の2の N 乗で約分すればいいだけの話なんで、あんまりこういうことは書いたら誤解ありますね。で、そうしたら次どうするかというと、2の三角分の A 三角を D 三角と置きますと、これが置きます。置いちゃうと、これが BN たす1イコール2分の3の BN プラス2分の1になります。で、これは解き方は分かりますか？あ、じゃあここからいきましょうね。はい、特性方程式なんですけど、どうせ数三で使えますので説明しておきます。ですね、これは y イコール2分の 3x プラス2分の1です。だから、まあ、こういうグラフになります。まあ、これ2分の1です。で、これを、y イコール x と連立します。そして y イコール x と連立すると、こんな感じになるからこうなります。そしたらこれが x イコール2分の 3x プラス2分の1で、マイナス2分の 1x イコール2分の1だから x はマイナス 1y がマイナス1でこうなります。まあ、それはそんな雰囲気ですね。で、問題は、じゃあ今度はこれを軸にしたら、今求めたいこの全化式の式はこうなるんで、ちょうど原点を通って傾きが2分の3の式になります。まあ、傾きは2分の3ですね。で、これは書かないことなんですけど、恥ずかしいから書いてほしくないんですけど、例えば y イコール 2x 2乗のグラフを3ずらしてこうしたら y-3 と2の x-3 の2乗としますね。だからこれは今マイナス1マイナス1ずらしてるからこういうふうにやろうじゃないかとなります。 BN たす1たす1イコール2分の3の BN たす1になるじゃないですか。要するに引くマイナス1マイナス1だからプラス1プラス1ですね。結構いい。これ転換したらこうなりません？今暗算してください。暗算してこうなるのこうなっちゃうと、だからこれは正しいんです。要するに図形的にこうなるんです。で、まあ、その極限の時ね、実はこれよく使うんで、この、だから、この緑は恥ずかしいからじゃないからね。これがあるから、これ書いてこう書きます。そして次どうするかというと、またいつものパターンで、B 三角たす1を C 三角取ると、CN たす1イコール2分の 3CN なんで、これは B パターンっていうんですけど、まあ、CN は2分の3の N-1 の C1 となります。等数です。2分の3と初項が。そして、これをまた戻します。BN、BN たす1が2分の3の N-1 の B1 たす1となります。こうなります。で、また戻していきますね。入らなくなったんで、ちょっと初項ですけど、まあ、消していいでしょう。この辺は消してます。そうすると、
BN っていうのは2の N の A の N だから、2分の3の N-1 の B1 は2の1の A1 たす1の A-1 とこれです。そしたら A1 が1だから1入れたら2分の1たす1で2分の3。ああ、まあよくできてますよ、中は。そしたらこれは2分の3の2分の3かけ2分の3の N-1 だから N 乗引く1だと。そして全部2の N 乗かけるので AN は全部2の N 乗かけるから3の N 乗引く2の N 乗という形で出来上がります。こういうふうになります。要するにまあ C パターンが絡んだだけですね。いいですか。でポイントはやっぱここでしょ。2の三角分の A 三角と B 三角とこういうことでしょ。いいですか。これでいいでしょうか。あとはもう一回これが来ました。こういう文字の置き換えがどれだけできるかということになります。疑問点ありますか。ないですね。はい、じゃあちょっとこれをメモしてください、はい、やっと取れましたね。これが